チカの新曲の発売日、明日と思ってたら今日だった。急がねえと初回版がなくなっちまう。ああ、俺のバカ。悪い、ちょっと待ってくれ。すまん、誰だっけ。覚えてないんですか。ちょっとショックです。でもそっか、そうですよね、最後に会ったのは小学生だったし。道場で何度かお世話になった。お前ソラボーか。じっちゃんのところに修行に来ていた生島流の師範の。懐かしい呼び方。そうです、あのソラです。もうひどいですよ、妹弟子の顔を忘れるなんて。さっきトワさん、トワ先生に挨拶した時はちゃんと覚えててくれましたよ。悪い、しかし驚いたぜ。確か九州の方だっただろ、引っ越してきたのか。あ、いえ、私一人で上京しました。生島流を極めんとするならば、若いうちに見聞を広め、己が修行の場を見出すべし。そんな風にお父さん師範に勧められたものですから。それで東京組んだりまで。相変わらずの武術一家だな。ふん、しかし変われば変わるもんだな。え？ 3,4 年前は髪型も格好もワンパク坊主そのものだったじゃねえか。それがスカートなんか履いて、なんつうか成長したもんだぜ。あ、もうそれは忘れててくださいよ。ソラ、こんなところで何油を売って。ってあれ、時坂じゃない。おう、相沢か。
これから部活か。そう、そこの空とね。なんだ、知り合いだったんだ。そろそろ稽古始まるわよ、空。先に道場行ってるからね。あ、はい、すぐに行きます。なるほど、空手部に入ったんだな。そうなんです。今日のところは失礼しますね。そうそう、ここの絵の道場にも週1くらいで顔を出すつもりです。よかったらそのうち組手でも付き合ってください。それでは。やれやれ、こんなところで再会するとは。しかし、ここの絵の道場か。ま、そっちは気が向いたらだな。可愛らしい子ね。時坂君も今帰り？ああ、ヒイラギもか。もう帰ったかと思ってたが。クラス委員の仕事で少し呼ばれていたのよ。それでさっきのことはどういう関係なの？もしかして。ちげえよ、子供の頃の知り合いってだけだ。昔じいさんがやってる道場で何度か顔を合わせててな。道場？へえ、時坂くんって武術とかやっているのね。ちょっと意外だわ。ま、最近は全然顔を出しちゃいないが。ん？どうしたの？いや、ヒイラギとこうして話すのもなんだか珍しいと思ってな。同じクラスになってからまだほとんど話してなかっただろ。そうね、せっかく同じクラスになれたし、改めてよろしくね、時坂くん。ああ。なあ、ヒラギ、昔どこかで会ってたなんてことはないよな？え？ごめんなさい、時坂君って意外と面白い人だったんだなって。でも口説き文句としてはちょっとベタすぎかしら。今時ステイツの男の子だってもう少し工夫すると思うわよ。そんなんじゃねえっての。ああ、もうなんでもない、今のはとっとと忘れてくれ。待って、気を悪くしないでちょうだい。そうそう、私の方からも聞いてみたいことがあったの。聞いてみたいこと？昨日の夜のことよ。何をしていたか覚えている？え？なんだ、赤い裂け目、黒い化け物。悪い、昨日の夜と言われてもな、遅くまでバイトが長引いてその後は。ごめんね、深夜のアルバイトをしてるって噂を聞いて気になっただけなの。バイトもいいけどほどほどにね。それじゃあまた明日。ああ、またな、ヒイラギ。
あら、少年じゃない。いらっしゃい。どうもっす、雪乃さん。って、いい加減少年はやめてくんないっすかね。はぁ、あ、珍しく客でも来たのかと思ったら、今日は何の用だったかしら。いや、あんたの方からバイトに呼んだんでしょうが。そういえばそうだったわね。いつもはよそにばかり斡旋しているからうっかりしてたわ。昨夜は蓬莱町のバーだったかしら。一応お疲れ様と言っておくわね。どうも。こっちこそいつも助かってるっす。厨房の時からいろいろと手伝い先を紹介してもらって。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。なんだったらそのうち一日2軒くらい組んであげましょうか。今くらいでちょうどいいんで。それで今日の仕事ってのはいつでも始められるっすよ。ああ、その前に昨日のバイトについてだけど、終わったら一応その日のうちに報告を入れるよう言ってなかったかしら。ああ、そういやそうだった。いや、すいません、昨日は深夜まで長引いちまってついうっかりしてたっつうか。本当にそれだけ？何か他に事情があったわけじゃなくて？え？いや、昨日は妙に疲れてたみたいで、バイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。風邪でもひいてたのかな。どう帰ったかもおぼろげっつうか。なるほど。え？さて、そろそろ仕事を始めてもらいましょうか。報告を忘れたペナルティとしてしっかり働いてもらうわよ。大体こんなとこか。たく、相変わらず人使いが荒いっつうか。少年、そろそろ休憩にしましょうか。人使いの荒いお姉さんが紅茶でも入れてあげるわよ。地獄耳め。うっす、今行くっす。あの日もこんな夕焼けの空だったか。あれからもう10年も経つんだよな。東京震災、中学に上がる頃にはほとんど復興も終わっていたっけ。俺もガキだったし、あの時のことはおぼろげにしか覚えてなかったけど、まさか今朝になってあんなはっきりした夢を見るなんてな。今のしおりか。妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだが。近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。まさか。
あら、どうしたの？紅茶が冷めちゃうわよ。すいません、少し外れてもいいですか？ちょっと野暮用ができちまって。いいわ、行ってきなさい。まだ時間は残ってるけど、バイト代はおまけしとくわ。どうもっす、それじゃ。思い出した、俺はここを、この場所を知っている。昨日の赤い裂け目、黒い化け物、そしてあいつのことも。しおり、どこなんだ？しおり、頼む、返事をしてくれ。驚いたわね、まさかこの場所を再び訪れているなんて。ヒイラギ、また会ったらね、時坂くん。できればいつもの教室で会いたかったものだけれど。ヒイラギ、お前は一体、いや、昨日も見た、ここは一体どこなんだ。それにしおりは、あいつはどこに行っちまったんだ。やっぱり記憶を取り戻しているのね。落ち着いて聞いて。ここは現実世界と並行して現れるもう一つの世界。普段は見ることも触ることもできない世界の裏側、異界。私たちはそう呼んでいるわ。異界？そしてイクリプスという現象がひとたびゲートをこじ開ければ、人知れず現実世界への侵食が始まる。あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれてしまったの。わけがわからねえ、一体なんでそんなことに。理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。とにかく落ち着いて一旦そこのゲートから出て、早くしないと。いけない、下がって。あの時の異界の住人である怪異、グリードと呼ばれるものよ。異界のあちこちをさまよい、迷い込んだ人間に襲いかかる、そんな習性を持っているわ。それじゃあしおりは。ええ、かなり危険でしょう。一刻も早く保護しないと。すぐに片付ける。一旦私の後ろに。時坂君、どうし
どうして俺たちの町でこんなことが。畜生、俺には何もできねえのかよ。こんなわけのわからねえ状況で黙って見ていることしか。力が欲しいかい。力なら最初から君の中にある。見てごらん。これあ、さあ引き出してみるといい。全てはそれからだ。その光は、うおー、来い、デイジングギア。ソウルデバイス、やっぱりあなたも的確者だったのね。わけがわからねえが、覚悟しやがれ化け物ども。なんだこいつは。どうして扱い方がわかるんだ。ソウルデバイス、異界で戦うための力よ。ソウルデバイス、その名の通り敵各社の魂に移行をして権限するわ。でもいきなりそんな複雑そうな武装が現れるなんて。あなたは一体。細かいことはわからねえ。だから力を貸してくれ、ヒイラギ。この武器もこの世界も訳がわからねえことばかりだ。だが少なくともお前は何が起きてるかわかってるんだろう。しおりを、あいつを助けるためにどうか力を貸してくれねえか。時坂君、いいわ時坂君、今は一刻を争う状況。とにかく先を急ぎましょう。ヒイラギ、助かる。よろしく頼む。おそらく倉敷さんはこの迷宮の奥にいるはず。急ぐわよ時坂君。ああ。
せろ。